アブラハムとイサクはイーゴリ・ストラビンスキーが1962年から1963年にかけて作曲した宗教的バラット。創世紀22章1から19節のイサクの反則を歌詞としたバリトン読書と室内管弦楽による音楽でヘブライ語で歌われる。1962年に80歳を迎えたストラビンスキーは米国各地だけでなく南アフリカ。 イスラエル、イタリア、ドイツ、カナダ、ベネズエラ、さらに、ソ連を訪問した。イスラエルでは、イスラエルフェスティバルに招かれ、フェスティバルのための曲を移植された。ヘブライ語の歌詞に作曲するというのは、ニコラス・ナボコフの提案による。ストラビンスキーは、ヘブライ語の知識を持たなかったが、オックスフォード大学のアイザヤバーリンの助けを得ることができた。曲は1963年3月3日に、 完成した、イスラエル国の人々に検定されている。1964年8月23日に、エルサレムの国際コンベンションセンターで、エフライム・ヴィランの読書とロバート・クラフト式、イスラエルフェスティバル管弦楽団の演奏で初演された。翌日には、カイサリアでも演奏された、バリトン・独唱と三と、36人の小規模な管弦楽による、フルートに、アルトフルート、 オーボエ、コーラングレ、クラリネット、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン、トランペットに、トロンボーンに、チューバ言弦部。演奏時間は約12分。12音技法に従っているが、12の音からなる。音列は前奏に一度だけ出現し、他は音列を6音ずつに分けて回転させる技法を使用している。ストラビンスキーによれば、言語の特徴を生かすために前、 打ちウを多用している。ストラビンスキーはしばしば言語の特性を無視して作曲することで批判されるが、この曲に関してはヘブライ語の音色や強制を音楽に反映させたと言っている。短い前奏の後、神がアブラハムを呼び、モリアの地で遺作を捧げ物とするように伝える。二人の若者を残してアブラハムと遺作が目的地に向かうところで一分強の長い感想になり、 二人の歩みを表すような静かな音楽が流れる。アブラハムとイサクの会話ではバイオーマーが特徴のある音景で繰り返される。通常ならクライマックスになるはずのアブラハムがイサクを殺そうとするシーンは淡々と流され、その後の天使の言葉、特にアブラハムの子孫を増やすという神の誓いに重点が置かれる。何時我がことに従いたるにより手の サマタの語は繰り返して長いメリスマをつけて歌われる。最後はゆっくりとした曲になり、アブラハムラがベールシェーバに向かったことを静かに伝えて終わる。ありがとうございます。